フーサホフムユートは、オランダユトレヒト出身で短距離走が、専門の元陸上競技選手。100メートルの自己ベストは10秒15の元オランダ、記録保持者。2003年パリ世界選手権、男子400メートルリレーの銅メダリストである。12歳の時に、陸上競技を始めた。2003年8月、パリ世界選手権の男子400メートルリレー予選で、 オランダチームのアンカーを務め38秒72のオランダ記録を樹立しての準決勝進出に貢献したが準決勝での出番はなかったオランダは最終的に銅メダルを獲得し予選を走ったホフムートもメダルを手にした2005年3月ヨーロッパ室内選手権の男子200メートル予選を自己ベストとなる20秒81で突破準決勝でも 自己ベストに迫る20秒86をマークしたが、決勝では21秒12とタイムを落として4位に、終わり、0秒08差でメダルを逃した。2005年8月、ヘルシンキ世界選手権の男子100メートルと200メートルに、出場するも、共に2次予選で敗退した。2007年6月23日、ヨーロッパカップファーストリーグの男子100メートル決勝で、 オランダ記録となる10秒15をマークした。2012年7月7日、自身の公式サイトで現役引退を表明した。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風、タイは向かい風を意味する。微考欄の記録は、当時のもの。ありがとうございます。